こんにちは。喉が枯れちゃってます。はい、今日は雨降りですね。なんだかね、蒸し暑くなってきたというかね、ちょっと一時期カラッとしてたので少し蒸し暑くなってきた感じがするんですけども、はい、今週は月曜日火曜日と胃の不調のね改善方法の量子化調整やってきたんですけども、なんかせっかくだから今週は内臓つながりでいってみようかなと思っています。で、今日はね肝臓ですね。肝臓をやってみましょうか。肝臓の不調、皆さん肝臓元気ですかね。で、やっぱり未だにね、皆さん多く思われているのは肝臓はお酒をいっぱい飲むと壊すっていう風にね、なんか昭和のイメージがそのまま続いてますけども、実際はそこまでのお酒で壊してる人っては少なくて、ほとんどはまあお薬かストレスですね。なんか私が見る限りは、でお薬はね、そう、もうどうしても飲まなきゃなんない人もいらっしゃいますしね。で、ストレスっていうかね、イライラも含めてなかなかね避けられないじゃないですか、あの時だと。なので、まあちょっとそのね、そういうのってみんな肝臓に負担がかかりやすいところなので、でちょっとその肝臓のね負担を減らしてあげられるような今日は調整をしたいと思います。で、私の場合も胃の調子が悪くってね、昨日おとといと胃の調整もしたんですけども、そういう医学的に見てもこう胃の不調っていうのは肝臓を抑えるっていうかね、肝臓の方を暴れてるのを収めることで胃の不調が良くなるっていうこともありますので、はい、肝臓自体のなんかこう自覚はなくても胃の不調が常にあるなみたいな人も、もしかしてね肝臓の方からのアプローチで楽になるかもしれないですね。はい、ということで、今日は肝臓ですね。で、自覚ってやっぱりね少ないですよね。肝臓が今日肝臓重いなみたいなね、肝臓が暴れてるみたいなことって少ないですけども、いくつかちょっとねチェック方法というか今の状態を知る術はありますのでやってみましょうか。はい、で、まずね、肝臓が、ちょっと負担がかかってきてしまうと重さとして感じることもあるので、まずはね手で触ってみましょうか。で、ここまた肋骨があるので、肋骨の方は肋骨にかぶってるんですけども、肝臓ってちょっと顔も出しているので、肋骨の右側ですかね、右の辺、右下、なんか肋骨の下あたりかの右側を少し手で優しくね押してみると、硬いとかね重いとかなんか嫌な感じがするとかっていうのがあるかもしれないです。はい、まずはねここちょっと今ご自身の肝臓近くの反応あるところを押してみた感じを覚えておいてください。はい、あとは動きとしてちょっと出てきやすいなっていうのは、まず万歳をしてもらって、手のひら真正面に向けておきましょうか。で、万歳をしてもらって、こう右と左をね両方とも伸ばしてみます。で、すごい大きな傾向として、肝臓にすごい負担かかっちゃってる人は右の方が伸びにくいです。で、今度は左側の方がなんか伸びにくいなっていう人は、例えば胃に炎症があったりとかっていう人は、どっちかといえば左の方が伸びにくい感じがするかもしれないですね。ちょっとなのでこの右と左の差ですね、まずはどっちが伸びやすい伸びにくい、それから全体的なこう曲がりやすさっていうのもちょっと覚えておいてください。はい、こんな感じかな。あとは肝臓に負担かかってる時の傾向としては、こう痙攣ですね、目がこうピクピクしちゃうっていうのも痙攣の一つ、肝臓の特徴なんですけども、それ筋肉がね痙攣したり足がつったりもそうですね、という筋肉の痙攣として出やすかったり、あとは膝ですね、膝の不具合として肝臓は出やすかったりもしますかね。だ、目ですね、目もね結構肝臓関係あります。こう目が乾くとかね、目が疲れやすいとかっていうのも肝臓だったりします。まあそのところかな。で、今チェックできるのはこの押さえた感じと右左ですね、このぐらいかな。そうですね、それでちょっとチェックしておいてもらって、で、これからねちょっと量子化調整やりますので、後でどんな風に変わるか、ね、比べてみましょう。で、量子化調整いつものように、受ける人、動画見ていただいている人は、もう床とかねベッドに上向きで横になってもらって、で、手とね足はまっすぐ、リラックスしながら体の横にっていう感じで、あとはねぼーっと目開けててもつむってもいいので、もうとにかくぼーっとしてもらうのが一番いいです。はい、
で、まあ、できればなんとなくね自分の周りの空間場がね変わっていくのが感じられれば、さらにいいですかね。はい、ということで3分ぐらいでいきましょうか。はい、ではねこれから始めたいと思います。皆さん寝といてください。いいかなと思います。ではねちょっとゆっくり起き上がっていただいて、さっきと体をね確認して比べてみましょうか。今日はね雨なんで車の走る音が結構大きく聞こえますね。はい、ではではさっきと同じようにちょっとねあの溝落ち肋骨の下のあたり右側ですねちょっと押してみましょうか。ちょっとさっきより少し柔らかくなったなとか、押してもさっきほど気持ち悪くならないなみたいなのがあれば OK です、はい、本当にわずかな変化だとしてもね変化があったっていうことがすごく大きいですね、はい、あとはじゃあ前手をね万歳ですね、手のひら前に向けたまま万歳してもらって、で右と左伸び具合を比べてみましょう。上がりが良くなったな、うん、でなんとなくねさっき右側ちょっと全体横脇の方からね横側突っ張ってたのがちょっと柔らかいなとか曲げやすいなみたいなのが出てくれば OK です。はい、体の反射でねこう内臓の不調があると大体いろんなところ経絡も含めて突っ張ったりとかね硬くなるんですけども、そういうのが緩んできていれば逆にあちょっと内臓整ったなっていうまあサインというか目安になります、はい、でまあこれをして今ちょっとねあの前の状態よりもちょっと肝臓が整った状態になってますので、この後で例えばこう背骨をですね、まあ女性であればちょうどあのブラジャーのねバンドの辺の高さになるかな、肩甲骨結んだ線よりもちょっと下ぐらいこの辺の高さを中心にこう左右にひねるような運動をしてあげるといいですね、はい、でわかめ体操、ね、あるんですけどもあれもすごくいいです。ちょっと後でリンクを貼っときますけども、わかめ体操をちょっとこの辺を中心に意識しながらこう左右でひねったりとか、こう前後もそうですね、前後上あとひねりですね、この辺を中心に、ひねってあげると肝臓の動きが、そう良くなってきます。動きが良くなってくるというか、働きがね上がってくるっていう感じですかね、はい、ですのでぜひちょっとねこの後にやってみてください。
うん、そうするとね相乗効果になりますので、はい。で、時計をやったり両手調整はご自身でもできます。はい、面白いですよ本当に。自分でね、自分の意思で自分の体が変えられるっていうのはこんな面白いことはないんですけれども、皆さんね、皆さんって言っても一人一人なんですけどね、マンツーマンでワークショップやってますので、ぜひ参加してみてください。はい、ということで明日はね、内臓シリーズ今週また行きたいと思うんですけども、明日は腎臓、むくみとかね、あと疲れとかというので悩んでる方はぜひちょっと腎臓をケアしてあげるといいです。なので明日は腎臓をちょっとね、改善するような両芝調整お伝えしたいと思いますので、明日も見に来てください。それでは。